こんにちは。カナダ在住の山達です。トランプビジネス敗訴、500億円超えの支払い命令、中国式裁判の内容ということで話をしていきたいと思います。はい、えー。昨日2月16日、ニューヨーク州最高裁判所がトランプ大統領らビジネス関係者に対して500億円超えの罰金命令、そして数年間のビジネス禁止の判決を出したということが話題になってたので、今回この件取り上げていきたいと思います。 えっと、まず、ことの発端は、ニューヨーク州の極左省長官が、ま、あの、公約に、選挙公約に掲げてたんですよね。もう、それもどうなのっていうふうに思うんですが、え、ま、それによって資産価値を水増しし、トランプ団体は不正な低金利のローンを受けることによって不正な利益を得ていたんだということで、2022年9月中間選挙の直前に提訴。 で、昨年10月から裁判始まり、今年の1月に決心して、で、判決すぐ出るはずだったのに全然出なくて、で、あの、どう考えてもお前タイミング見計らってるだろうってふうに言われていたんですが、まあ、やっぱりその通りでしたね。バイデンの機密文書問題でいろいろ民主党側が荒れているところでこれ出てきましたから、はい。まあ、狙ってたとしか思えないねって話ですね。で、 えとね、その、トランプを捕まえるっていう選挙公約を掲げていた時点で、この、今回の裁判っていうのは、もうその、政治的意図があるものでしかないんですよね。でも、この時点で本当は裁判やっちゃダメですし、あと、そう言ってんだったら刑事裁判やれよっていう話なんですが、まあ、それやらずに民事しかやってないっていう時点で、まあ、いろいろお察しになってくるんですよね。はい。で、えー、と、まあ、とりあえずその話は横に置いときまして、えっ、ー、と、今回のこの判決の中で一つ注目されていたのが、企業にとって死刑判決と呼ばれる営業許可証の剥奪、 結局、これがどうなるかっていう話だったんですが、一応ね、今回の命令の中にはないんですね。ただ、今のところ、みたいな感じで、この後3年間、独立した第三者の社外取締役と監査人が設置されて、裁判所に逐一報告が入り、で、この後いろいろ、その精査をした上で、このなんか独立した方々の、ええっと、何でしょう、その推奨によって、裁判所が判断するみたいな感じのようなので、まだその、 予断を許さないみたいなところなんですね。なんで下手するとこの中独立した第三者さんによってトランプ団体がその乗っ取られるというか内部から解体される恐れもあるんじゃないかっていうふうに言われていて、まあちょっといろいろ嫌な感じにはなっているんですが、まあどちらにせよ今回の裁判ってその裁判を起こす前からその選挙公約でトランプ捕まえるっていう言っている時点から、えその裁判を起こしたところでその裁判の内容でこの判決すべてに至ってもうめちゃくちゃやってることが中国と何も変わらない状況なんです。 なんですよね、はい。っていう、その、アメリカがもうやもう皆さん分かってる通りアメリカも今やばいレベルで分断されてるんですが、まあ、改めてその中国レベルまで来ちゃってんだなっていうのが、まあ、まざまざと見せつけられてる判決かなっていうふうに思いました。はい。 で、そのトランプ団体が乗っ取られるんじゃないかっていう話なんですが、えっと、ワシントンポストが言ってるのが、トランプはオーナーでいられると。ただ、コントロールを失うことになるって言ってねまあ一応、息子にもうね、オーナーというか、経営は委ねてますから、あの、そもそもどうなのって話ではあるんですが、まああの、その息子たちが今回ね、あの、業務に就くの2、3年ぐらい禁止されるわけですから、まあ下手すりゃ乗っ取られるかもしれないんですよね。 ま、それって本当中国じゃんっていう話で、で、その中国の一例を一つ紹介しますと、あの、バイデンのド変態息子のハンター、彼のビジネス相手だった中国の CFC っていうエネルギー企業があります。トップがイエジャンミンっていう人物だったんですが、ジャンミンは、あの、結局習近平に2018年3月に消されたんですよね。で、その後 CFC に何が起きたかって言ったら、中国共産党の幹部がもう大量に CFC の中に入ってきまして、で、そのまんま乗っ取られて国有企業化っていうね、そういう流れだったんですね。 まあ、似たようなこと起きるんじゃないのっていうね、不安の声もあるんですが、一応ね、さすがにそこまではいか,いかないだろうと。まあ、なんならそもそもね、こういう話自体全部なくなるんじゃないかって言われていまして、まずあの、ビシレス禁止されていない他のトランプ一族がいるんですよね。彼らに経営を委ねるんじゃないかっていうことで、例えば、えー、メラニア夫人。まあ、経験がないのでね、その不動産関連のどうなのっていう声はあるんですが、えー、っとあの、娘さんのね、イバンカさん。 は、そういう不動産関連の幹部の経験あるし、え、なんなら娘向こうのクシュナーさんに関してはね、あの、海外レベルでその、不動産取引やってますから、まあ、経験豊富なんじゃないかっていうことで、このあたりがいれば、ひとまず2、3年ぐらい繋げるんじゃないかっていうふうに言われていますし、まあ、何よりもトランプ弁護団、この後ニューヨーク州高訴裁判所に控訴します。当たり前ですよね。で、えっ、ー、と、それによって保証金払うことによって判決は仮差し止めされますから、まあ、しばらく体制は整えられると思いますし、あとはまあ、 控訴祭がダメでも連邦最高裁がさすがに何かやると思います。えっと、まず今回その裁判、さっきも言ってやっちゃいけないレベルのもので、あの、疎因10個のうちの7つは時効を迎えてるんですよ。だから裁判に入れるなやっていう話なんですが、なぜか時効を迎えたものが争われている。 で、えっ、ー、と、まずそこも争われ、なんでもう半分以上が実は時効を迎えてる話だったんですね。あ、はい、めちゃくちゃなんですよ。で、あとはですね、あの、過去にですね、こういう系であったのが、あの、BMW の判例が一つ参考になるんじゃないかって言われてるんですが、あの、BMW がですね、1990年代になんかポンコツ車を販売したってことなんですね。で、それに怒った BMW を買ったアラバマ州の、えと、ある男性が提訴しまして、で、えっ、ー、と、BMW 側に最初下された判決が、 えっと、4だいたい50万円、60万円ぐらいの、その、賠償。と、あとは、ま、罰金っていう形で、400万ドル。だ今の価値で言うともう、6億円ぐらいですかの、えー、罰金命令が出たんですが、これを BMW が控訴したところ、400万ドルが200万ドルに減額されて、で、さらに200万ドルが最終的には5万ドルまで、 減額されたんですね。なんで、6億円から800万円ぐらいまで一気に罰金も減額されていったというような感じで、あの、どん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 減額される傾向もあるし、まあ、その一つの根拠としては、あの、本当に適切かどうかっていうのを吟味されるんですが、まあ、今回のそのトランプ団体に対する判決もめちゃくちゃなので、まあ、おそらくそんな感じであって もし仮に本当に罰金払わないといけないってなったとしても、この今の何百億円レベルじゃなくて、まあ何億円なり何千万円ぐらいとか、それぐらいまで収まるんじゃないかっていうふうに言われています。はい。まあ、そもそも裁判自体。 ひっくり返すよって話なのでえ、ひっくり返されることを願っておきたいんですが、で、一つね、ちょっと笑っちゃったのがですね、全く同じ日に、その、ついにトランプが破産するぞって言われている全く同じ日に、SEC、証券取引委員会が、えトゥルースソーシャルっていうトランプ大統領のあの SNS 企業あるじゃないですか、あれの親会社の合併承認を出したんですね。 で、それによって、トランプ大統領の資産が一撃で、えっ、ー、とあ、ごめんなさい、40じゃない、4ビリオン。なんで、だいたい、えっ、ー、と、6000億円ぐらいが、ブワって一気に増えたっていうことで、はい、えっ、ー、と、あの、なんでしょう。 どん、どんまいっていう感じですね。はい。あの、全然、結局資産は減らなかったという、まあ、現金ではないのでね、その辺はどうなのっていう意見もあるかもしれませんが、はい。まあ、一応トランプ大統領がその破産するとかそういうことは一切ないかなっていうふうに思いますので、ご安心ください。はい。まあ、ということで、どちらにせよ今回の判決っていうのはめちゃくちゃなので、え、この後控訴されて最終的には連邦最高裁まで引っ張られるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。で、え、今回のこの件なんですが、人、非常に問題点を表してるなって思った X の投稿がこれ。 えと、とある映画撮影監督が投稿してたものなんですが、え速報っていうことで、トランプ大統領は史上初の期限内に利息付きでローンの返済をし、ローンを貸し付けた銀行はまだビジ,ネまたビジネスをしたいって言っている中、罰金命令を課せられた男になったということで、 今回って、その極左司法長官はね、トランプは資産水増しして不当な定金でローンを得たことによって、その貸し付けた銀行側にとって損害をこむらせたのだ、みたいなこと言ってるんですが、え被害を受けたことにされてるドイツ銀行さんは、 あの、裁判にね、裁判でですよ、裁判に召喚されて、えっ、ー、と、トランプ団体はもうウェールだと、クジラのような、もうほんと巨大な両脚っていう意味で、また取引したいと思うっていう風に証言しちゃってるんですね。だからもう、この時点で、被害者いねえじゃんっていう話なので、なんなのこの裁判っていう話だったんですが、で、 えっと、実際ですね、この当時のドイツ銀行とトランプ団体とのやりとりのメール見てみもらうと、あの、ドイツ銀行側からトランプ団体に対してもっといい条件で貸し付けてあげましょうか、みたいなことを提案しているレベルだったんですね。で、さらにこの、なんか、あの、資産水増しってうんちゃらかんちゃらって言ってるのが、ドイツ銀行側だってちゃんとこれ調べてますし、だから何を言ってんのっていう話ですし、で、何よりも、この、 なんか被害を受けたってことにされている人たちにとっては、もう巨額の、ね、富をこれで得ることができていたわけなんですよね。で、トランプ団体側は、あ今回の,そのトランプ大統領側は、 あの、とあるその契約書を見せることによって、あの、その中にね、書かれてる一文を見せれば、裁判が一撃で終わるレベルだったのに、え裁判官は、あいや、それは、あの、証拠として認定しないから読み上げちゃダメです、みたいな感じになって、まあ、何が何でも裁判を続けさせようとしていたんですよね。それがこの結果なんですが、はい、えー。で、最終的にどういう判決文になってるかって言ったら、このドイツ銀行のこととかも含めて、 被告側の専門家証人は、ただ現実を否定し、被告は、被告たちは責任を認めようとしなかったっていうことで、ね、なんか、あの <laughs>、トランプ側の話はもう現実じゃないらしいんですよ。はい。っていう、あの、こんな判決文になっているし、何よりもこの判決文書いてる判事めちゃくちゃなんですよね。これ過去の動画でも紹介しましたが、トランプ、例えばね、トランプ大統領のあの、邸宅になっているマーラゴ。ここが20エーカーの広さですと。で、それが今、 えっと、十、え、千八百万ドルの価値しかないって言ってるんですね。大体今の価値でも24億円ぐらい。あ、もうめんどくさい。一度百0 0円買い、簡単に18億円だとして、え、18億円しかないと。で、一方で、え、マーラ国の近くにある 0.89A か。なんで、じえー、20分の1以下のサイズのところは、37.5億で今売り出されてるんですね。 で、さらにそれよりもちっちゃい0.44エーカーは23億で売りに出されていると。で、さらにちっちゃい0.39エーカーは25億で売りに出されている。で、0.28エーカーは19億で売りに出されている。でも、20エーカーの、えー、マーラゴは18億円です。そんなわけ、あるかいなーって話なんですよね。こういうのが <laughs> 裁判で通っちゃってるんですよ。で、実際現地の不動産仲介業者ももう完全に妄想的であるということで、裁判官が認定者この数字ありえないっていうことを指摘しているんですが、 もう本当にひどいもんだったんですよね。はい。まあもうまさに今中国化しているアメリカのニューヨーク州なんですが、え、判決文の中ではかなりの罰金を課さなければ、被告たちの詐欺的な振る舞いはおそらく継続するだろうと。え、反省していないし、後悔もしておらず、それは病的に近いっていうね、もう悪口じゃねえかって話ですよね。で、まあこの悪口みたいな判決文からもわかると、で、裁判見てた人わかると思いますが、めっちゃトランプ大統領と喧嘩してたんですよね。っていうところからも、もうとにかく、 めちゃくちゃだったんですよ。で、今回のこの判決を受けて、ジョナサン・ターリーっていうね、憲法学者がヒルに寄稿していましたが、えっと、この後、ニューヨーク州控訴裁判所は、このエンゴロンっていうね、判事が担当してたんですが、え、こいつが困難だったことをできるかどうかが試されると。めちゃくちゃ低レベルな指摘ですよ。あの、あ、ターリーさんが低レベルって言ってんじゃなくて、このエンゴロンが低レベルなことができてないって話なんですが、え、何ができるかって話かって言ったら、トランプのことをどう感じているか。 これを横に置いといて判断できるかどうか。つまり、感情は横に置いといて、法的なところだけを見てちゃんと判断を下せるかどうかがこの後のポイントだろうっていう、いやいやいや、それ裁判官に言う言葉じゃないだろうっていう話なんですよね。もう一回見せたら俺、ジョナサン・ターリーさん僕バカにしてるわけじゃないですよ。その、ジョナサン・ターリーさんにこんなことしか言わ,言われないレベルの今回の判事が低レベルだって言ってるんですよ。 で、本当はニューヨークっていうのは、もう最も古く、そして最も著名な法廷の一つだったはずだと。法律を利用して、性的や不妊記者の追求に長い間抵抗してきたけれども、その価値観がトランプ大統領を超越するかどうか、これから試されることになるだろうと。いうことで、この後のその、控訴裁判所、そこの判断次第では、もうニューヨークの司法っていうのは本当に崩壊するんじゃないかっていうそんなお話ですね。はい。で、そもそも今回の話、 なんでここまでの話になってるかって言ったら、もともとニューヨーク州法に、まあ、性善説に立った中国化するリスクのある穴だったんですね。何かって言ったら、今回の話ってね、よく考えてみると、えっ、ー、と、トランプ団体がローンを借り受けましたと。で、トランプ団体はそのローンを使ってビジネスを成功させて巨額の富を得ました。で、ドイツ銀行はトランプ団体から利息を受けることによって巨額の利益を得ました。ウィンウィンなんですよね。 で、被害者がいないんですよね。強いて言うなら病的なトランプ側がネタミをね、拡大させたのはあるかもしれませんが、それを横に置いといて、被害者がいないっていう時点で、普通だったら提訴できないだろうっていう州が普通なんですよ。 なんですが、ニューヨークに関しては、えっ、ー、と、被害者がいなかったとしても出るかもしれないっていう想定のもとで、裁判できるようになっていて、で、それはあくまでも、その、そういうのを悪用する司法長官とか、さらにその悪用されているところを許すような裁判官が出てこないだろうっていう、性善説の前提に立ってたもののはずなんですよね。 ただ今回それが出ちゃってるもんだから、本当だったらもうここから直さないといけないんですが、まあ民主党が支配するニューヨーク州法がね、変えるわけがないですよね。はい。っていうような元々のリスクがあったんですね。はい。で、今回これを受けて FOX ニュースに出演していた二人の人物、一人目、ブッシュ政権元ホワイトハウス報道官は、もうニューヨークは政治的すぎる、で、青すぎる、で、過酷すぎるっていうことで、でもう離れる成功者たちがさらに増えるだろうと。ジョナサン・ターリーさんも政治的に反対側にいてしまうとめっちゃくちゃにされるってことを表していて、 この後、その、司法長官は、未来のニューヨーク州のビジネスを守るという口実で今回の裁判を起こしているけれども、結果として大量のビジネスをフロリダ州に失うことになるだろうと。それはそうですよね。あの、何が起こるかわからないところですから、今はね、中国から抜け出す企業たくさん増えているように、ニューヨークからも抜け出す企業増えるだろうと。 で、あの、過去の動画でも何度か指摘しましたが、今、アメリカのブルーステートからめちゃくちゃ人抜けてるんですよね。カリフォルニア州がトップですが、第2位がニューヨークで、第3位が確かイリノイだったかな。はい。っていう、そのブルーステート3トップから、人がジャブジャブ抜けてってるんですよね。はい。で、まあ、そうなってくると次何が起こるかって言ったら、人が抜けるってことはその税収が減りますから、え、もっと税金取らないと今の州維持できなくなるんですよね。っていうことで、残された方には増税が残っている。で、それだけではなくて、今、ブルーステートに押し寄せてきているもう一個の民主 リスクが不法移民なんで、すよねで最後のこの不法移民のおまけの話をして終わりたいと思うんですが、今その人が抜け出した代わりに溢れ返っているのが不法移民。で、ニューヨーク市議会なんですが、不法移民のシェルター滞在無期限にする条例案を3月1日に審議するそうなんですよ。今30日に限定されているんですが、これをもう無期限にすると。 で、あの、結構質問を受けるんですが、なんでそもそも民主党って不法移民こんな受け入れるんですかって言ったら、大きく分けて理由二つあります。一つ目が、あの、馬鹿だから。 ね。あの、何にも考えてないので、自分たちがこの後どういう目に遭うかっていうの全く気づかないまま、カッコつけてやってる馬鹿がいっぱいいるんですよ。で、もう一個が政治的な理由。これはま、この過去の動画見てほしいと思うんですが、カリフォルニアを成功例にして、不法移民を大量に抱えることによって、青化することができるんですね。はい。まあ、っていう、まあ、詳しいことはこの過去の動画見てください。はい。ということで、なんで金食い虫で治安悪化の原因になっている不法移民をたくさん抱えるかって言ったら、まあ、こういう理由があるんですが、まあ、この治安悪化の例をもう一個挙げますと、 以前の動画で紹介しました、あの、警察官集団リンチした不法移民がいたって話したじゃないですか。 で、結局、少なくとも二人はあの中に、ベネズエラ最悪のギャング、アラグア州の列車のメンバーがいたということが、確定したということが報じられました。はい。えっ、ー、と、ま、要は、今もアメリカは、その大都市に、ベネズエラのギャングが普通にいる状態になっているってことな現地にお住まいの方、本当に気をつけてくださいね。はい。えー、というようなことも、報じられているんですけれども、それでも、シェルターにずっといさせてあげようよ、みたいなことを言っているんですね。はい。 で、あとは、あの、この話の中で別件で裁判があるっていう理由で、1.5万ドルの保釈金設定されていた、この、えー、集団リンチに関わったやつがいたんですよね。え、彼、あの、そのまんま保釈金払えないまま拘束されるかと思いきや、なんか、教会の神父がね、え、我々の教会は正義であるっていう意味不明なこと言って、あの、全部払ったらしいんですよ。で、教会で一回引き取ったんですね。そしたら、どこ行ったかわかんねえってなってて、今、どこいるかわかんないらしいです。はい。っていう、あの、もう、もう本当にカオスなことになってるっていう状況ですね。はい。 ということで、今回のアメリカのこの判決と、あとこの不法移民のダブルパンチ見てて僕は本当に思ったのが、ちょっとね、現地にお住まいの方には申し訳ないんですが、多分もうね、ここまで来たらね、もう修復不能なレベルで存分に壊れないとダメなのかなって思いました。で、要はその、シンボルみたいな感じにならないといけないなって思いまして、あの、要は、アメリカといえばニューヨークっていうイメージあるじゃないですか。 そのアメリカといえばって言われてるところが壊し尽くされると将来的にね、あの、その、多分ニューヨークってもののイメージってどん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 変わっていくと思うんですよね。で、これから何十年経った先の人たちに昔はね、アメリカといえばニューヨークだったんだよ。今見てみなよ。あんなことになってんだよ。みたいな感じにすることによって、あの、まあ、その左翼の危険さっていうのを知らしめる。 何でしょう記念碑じゃないですけど、まあ、場所になるのかなっていうふうに思うし、そういうのがないと多分もう、あの、何同じこと繰り返されると思うんですよね。 ていうようなことも含めて、えっ、ー、と、この民主党リスクっていうのはまた再燃しないようにするためにも、もうとりあえずもう壊れるところまで壊れないといけないのかなっていうふうに見てて思いました。はい。えー、ていうような話で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後は寄り添って寝ていたデブたのでお別れをしたいと思います。はい。えー、本当はね、ここにジャガ君が入ってきてくれるともっと嬉しいんですが、えー、どうしてもジャガ君近づくとね、あの、タヌキ君がシャーシャー言うし、えー、ジャガ君はもうデブちゃんと遊びたくてたまらないので、だいたい襲いかかかるんですね。はい。ということで、なかなか、えー、 実現しないんですけれども、とりあえず、え、お二人は非常に仲良しのままでございますということで終わりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。